この実写映画テニスの王子様の舞台裏をご紹介していきましょう。撮影は2005年の9月末から行われたんだけど、実はその前にやらなければいけないことがあったんです。それがザ・テニス合宿、鬼のテニス特訓。そう、この映画が目指すところが本格派テニス映画ということで、僕らがどれだけ華麗なショットを炸裂させるか、それによって映画の出来も決まるということで、この合宿からまさに真剣モードに突入したのです。撮影のおよそ4ヶ月前、そのテニス合宿は始まりました。1回目の合宿に参加したのは声楽のメンバーたち、そして2回目の合宿からは越前龍馬役の本郷奏太君と敵役である兵亭メンバーが参加。ミュージカルの仲間とは以前から厳しい練習に耐えてきたわけだけど、奏太君とは今回が初の共同練習となる。最初に会った印象はとにかく、この子が若いという感じでしたが、いざ演技に入るとガラッと印象が変わりました。瞬間的に役に入り込むというか、なんか集中力がすごくてびっくりしました。最初は少し緊張気味だった奏太君も、厳しいトレーニングを一緒にこなすうちに打ち解けていって、早々と性格のメンバーになっていきました。テニス監修としてテニスのコーチをしてくれたのは、あのウィンブルドンのセンターコートでプレーした経験を持つプロテニスプレーヤーの白戸仁さん。最初はすごく優しかったけど、合宿が始まった途端突然鬼になりました。ものすごく厳しいコーチだったけど、だからこそみんながすごく上達したっていうのもあるんだと思います。合宿には監督をはじめとするスタッフも参加し、テニスのことだけでなく演技について話し合ったり、監督のイメージに合った音楽をみんなで聴いたりして気持ちを共有したり、映画の中のキャラクターを形成していくための時間も持てました。この時間が持てたことで、今まで以上により手塚国光に近づけた気がします。こうして4ヶ月に及ぶ特訓が終わった。正直に言うと、僕らにとってこの特訓は肉体的にも精神的にも相当辛いものだった。本当にもうやめてしまいたいって思うくらい。だけど性格のメンバーたちとそれでも頑張ろうと励まし合って、なんとか最後まで頑張れた。この特訓が僕らを本当の性格メンバーにしてくれたんだと思う。撮影クランクインを前に、僕らの心は一つになっていた。2005年9月29日、待ちに待ったクランクインを迎える。場所は声楽のテニスコート。始まりとしては最高の場所だ。一発芸します。やっちゃう。なんでなの。待てチビ、名前は。越前龍馬。越前龍馬。はい。なんかもうちょっとどうやったらリラックスできるんだ。緊張してない。でもこれ一緒走ってこい。こっちでやった。合宿で慣れてきた龍馬であったが、やはりクランクインには独特の雰囲気があるのか、その演技から緊張が抜けない。それを見た監督は龍馬に走ってこいと檄を飛ばす。越前龍馬。はい、はい、はい、入るな。はい、オッケー。あれ以上遅かったらしょうがない。そうこれぐらい出すよ。これ多分これ一番これ楽。かっこいいとこ見せてくれよ。それで本来の実力を取り戻す龍馬。いつも通りのキレのあるスマッシュも復活した。はい、いいところあります。 OK。 疲れました。いやでも面白い、楽しいです。俺の右足を。僕はまだ本調子じゃないみたい。レギュラー争奪戦ってこと。1年はランキング戦に入れる。なのになんでお前の名前があるんだ。さあ、強いからじゃない。
これからテニスの名門校である青春学園のレギュラーを決める校内戦が始まる。最初に龍馬と衝突するのはカイドウ薫。実際は仲がいい。見てて誰と誰が当たるなみたいな芝居をしてて、龍馬の名前を発見してみんな沈黙すると、その状態。もう一度来た。うん、洗いますし、はい、池田雅也、はい、清宮綾菜、はい、越前龍馬、越前来た。撮影中、いつも明るい雰囲気を作り出していたのが、役柄同様に菊丸英二役の足立治君。カメラ前のファンサービスも忘れない。もうこの形気にして、この形かなた、前に行かないで足がこう構えて後ろにやるぐらいですよ。そう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 、いいからお前ね、かなた頼むから本番前にさ、頼むよお前、そんなに遊んでてお前後から本番の時にテイク何回も飛んで怒られるよみたいな。かじさ、ちょっとこうなって面が上向いてるから、もうちょっとまっすぐ系だったの。リハビリの相手になってもらうぜ。嫌だね。かわいい。ありがとう。それぞれがそれぞれのキャラクターを前面に出し撮影された校内戦。しかしボール2個分届かない。悪いが、君の試合を調べさせてもらった。データは嘘をつかない。知ってます？犬いじるって何入ってるか。緑黄色野菜が主に入ってるんですよ。このまま越前に勝つけどね。ここで勝っちゃう。レギュラー落ちしないよ。監督のイメージに近づくように何度となくトライするシーン。はい、任せてください。そこで私、手塚国光こと白田優もお手伝いしたのですが、この動きです。おい、止まらなかった止まらなかった、ビリッと切れました。いやー、映画って本当に難しいですね。俺ちっちゃすぎる。ちっちゃいとおもちゃに見えるんだけど、俺やっぱこっちだね。はい、手塚って感じ。手塚あ、はい、気をつけます。部長の手塚です。先生じゃありません。この日、声楽レギュラーの1位川村の親父さんの寿司屋で試合に勝ったお祝いをするシーンが撮られました。親父役にはベテラン俳優の渡辺哲さん。一番チビはお、あ、じゃあ、主役の14。うわっ、うわっ。いや、みんな可愛くてな、びっくりしましたわ。緊張しました。迫力が違いました。なんか小谷君は少々緊張気味です。サンガを今からつけます。この映画がヒットすることを心からお祈りして。力也さんは独特の雰囲気のある人で、最初はちょっと怖い人かなと思ったけど、実際は面倒見の良い兄貴という感じですごく頼りになりました。入りました。ここでの撮影中、思わぬ訪問者が。それは力の迷い猫。すごい、これない。生きてる？生きてる。でも軽っ。メイクさんに、メイクさんにスタッフや出演者にもすぐに懐いてしまったこの可愛い子猫ちゃん。